1962年、アメリカ西岸サンフランシスコ湾の小島にあるアルカトラズ刑務所で3人の囚人が脱獄を図りました。アルカトラズに送られてくるのは手強い連中ばかりでした。脱獄不可能の刑務所で起こった脱獄劇。お前も仲間にならないかと誘われました。この事件には多くの謎が残されています。3人の遺体はなぜ見つからなかったのでしょう。彼らは脱獄に成功したのでしょうか、それとも試みの果てに命を落としたのでしょうか。彼らには脱獄するだけの理由があったんです。危険を犯すだけの理由がね。3人の脱獄囚の行方を求めて、今も最先端の科学技術を駆使したさまざまな調査が続けられています。遺体が見つかるまで事件は終わりません。3人の足跡をたどる調査の旅は、私たちをアルカトラズ島へと導くのです。1962年6月11日深夜、アルカトラズ連邦刑務所で3人の囚人が不可能に挑みました。待ち受ける危険を顧みず、アルカトラズからの脱獄を決行したのです。すぐに捜査が行われ、証拠物件が次々と発見されました。しかし3人の消息に関する手がかりはなく、彼らの行方は未だ謎に包まれています。果たして彼らは晴れて自由の身になったのでしょうか、それとも全てを失ったのでしょうか。これは最高の推理小説です。彼らが本当にアルカトラズ島を去ったのか、脱出してメキシコにでも行ったのか、あるいは死んでしまったのか、その後の行方は脱獄に協力した私にすらわからないのです。現在サンフランシスコ湾では謎の解明を目指して地元の研究者たちが協力して調査を行っています。サンフランシスコ湾の潮の流れに詳しいラルフ・チェン博士、水中調査のエキスパートトム・ベルチャー、水力工学の専門家ダン・シャーフ、プロスイマーのフレッド・フェロジャーロ、そしてアルカトラズ刑務所の研究家ジョリーン・バビアック。調査はとても大変です。ここは潮流も風も厄介で、作業しやすい状態になるのは1年のうち数日程度しかありません。大げさに言うつもりはありませんが、きつい状況です。ここはプールと違ってレーンも壁もありません。万が一に備えて救援隊がつきっきりの状態なんです。ハイテク機器と数十年にわたる研究成果を駆使して、調査チームは3人の足跡を検証します。私は一人の科学者としてこの事件の真相を解明したいと思いました。アルカトラズから3人の男が脱獄したが、遺体が見つかっていない。この仮定のもとに事件を検証します。謎を解く鍵は5つ。脱獄当時の潮流はどうだったのか、3人は手作りのボートで逃げられたのか、ボートが沈没したとしたら目指すエンジェル島まで泳ぎ切ったのか、目的地にたどり着けなかったとしたら彼らはどこへ行ったのか、そして最後に溺れ死んだとしたら遺体はどうなったのか。アルカトラズ連邦刑務所、通称ロックは、サンフランシスコ湾中央の沿岸からおよそ2キロのところにあります。1934年、
アメリカ初の厳重警備体制の刑務所として凶悪犯を収容するために開設されたアルカトラズ。以来260ある独房にはアルカポネ、ドクバーカー、クリーピーカーピスのような悪名高いギャングたちが次々と収容されました。アルカトラズに送られてくる囚人は他の刑務所で問題を起こしたり脱獄を繰り返していたような連中ばかりでした。彼らは服役態度を理由にアルカトラズに送られてきました。つまり少年院、州刑務所、連邦刑務所、そして最後にアルカトラズへと渡ってきたのです。皆長期間の服役を経験していました。アルカトラズでは囚人3人に1人の割合で監視がつき、金属探知機や4つの監視塔が設置され、外部の人間との接触は最小限に抑えられていました。監視の目を離れることはほとんど不可能でした。集団行動のたびに点呼が行われた上に、夜間も人数の確認が行われ、結果が管理室でチェックされていました。非常に厳しい警備体制でした。サンフランシスコの街をすぐ対岸に望みながら、孤独で退屈な日々を強いられていた囚人たち。彼らは次第に島からの脱出を夢見るようになりました。アルカトラズが閉鎖されるまでの29年間に脱獄の試みは14件ありましたが、成功した者はいませんでした。5人は溺れ死に、7人は射殺され、2人は処刑されたと記録されています。脱獄した者は皆結局命を落とす運命に終わったのです。アルカトラズの脱獄事件のほとんどは1960年以前に起こりました。1962年に起こった史上最も有名な脱獄劇は13件目にあたります。ジョリーン・バビアックはアルカトラズ研究の第一人者です。1960年代には受刑者たちはより巧妙な脱走計画を立てられるようになっていました。この脱獄は13件目だったわけですが、彼らは過去の失敗例をよく分析していたため、自分たちはどうすれば成功するかをよく心得ていたのです。機は熟しました。いよいよ4人の囚人が史上まれに見る脱走計画に取り掛かる時が来たのです。トム・ケントは脱走チームに手を貸した囚人の一人です。この計画を立ち上げたのはアレン・ウエストでした。彼は独房にペンキを塗る作業をしながら私たちにこう言って回ったんです。ここを出る方法を見つけたぞ。 B ブロックの上に脱走ルートを見つけたんだ。車泥棒の罪で服役中だったウエストは独房ブロックの修繕作業をしていました。彼は仕事で建物の最上階へ行った時に偶然外界への出口を見つけたのです。それは使われなくなっていた古い通気口でした。ここが独房ブロック B の最上階です。この独房ブロックから1962年3人の男が脱走したんです。彼らはあの通気口から脱出しました。6個のボルトを外してカバーを押し上げるだけで彼らは屋根の外へ出ることができたんです。アレン・ウエストはまずジョンとクラレンスのアングリン兄弟を仲間に引き入れます。2人はアルカトラズに来る前、他の連邦刑務所で2度脱走を試みていました。ジョンは典型的な南部の男でした。威勢が良くて気が大きく流れ者のような感じで定職にはつけないタイプでした。ジョンは自分は泳ぎが得意だと言っていました。クラレンスはジョンより荒っぽい性格でした。クラレンスはジョンより攻撃的で鼻につく感じの男でした。とにかく兄弟揃って口が軽いタイプでしたね。あの二人は法に従うより法を破ることを楽しんでいるようでした。最後に脱走チームに加わったのは銀行強盗のフランク・モリス、脱獄の名人でした。彼は子供の頃里親の家から逃げ出したのをはじめ、少年院、強制労働所、刑務所と渡り歩いてきました。
フランクは物静かな頭の良い男で、脱獄しようと固く決心していました。4人は何ヶ月もかけて計画を練りました。その段取りは、まずそれぞれの独房の通気口を掘り進んで、配管口からパイプ伝いに独房ブロックの最上階へ登る、そして屋根の通気口を通って屋上へ出て、そこで盗み出したゴム引きのレインコートを使ってボートを作り島を離れるというものでした。これはとても恐ろしい計画でした。脱走するところを警備員に見つかったら射殺されてしまいますからね。彼らは盗んだ材料で工具を作り、何ヶ月もかけて独房の通気口を削っていきました。広がった穴はカンバスに鉄格子を描いた板で隠していました。独房に入っても異常は全く見当たりませんでした。這いつくばってよほど近くで見ない限り偽物だとは分からなかったでしょう。1962年の5月にはモリスとアングリン兄弟の3人は独房から建物の最上階に出る通路を完成させます。彼らはさらに屋根の通気口をこじ開けて、屋上でボートと救命胴衣、そして木製のオールを作り始めたのです。ここで作業ができるのは毎晩1時間半が限度でした。計画を実現するには長い時間と辛抱強い作業が必要でした。4人は夜間独房を離れていることを看守に気づかれないようにするため、身代わりとなるダミー人形を作り、9時半の消灯後はそれをベッドに置いていました。これは彼らが使ったダミー人形の頭の一つです。中でもこれはよくできていますね。耳の作りはほとんど完璧です。頭部は粉を水に溶かすだけでできるコンクリートで作ったのでしょう。それから刑務所内でも手に入る油絵の具で肌の色を塗ったのです。6月11日、救命胴衣とボートが完成し、脱獄の準備が整いました。しかしその頃アレン・ウェストは一人でまだ独房の通気口を削っていました。ウエストは泣き叫び、歯ぎしりして悔しがりました。それも当然でしょう。もともとは彼の脱走計画だったんですから。深夜0時半ごろ、フランク・モリスとアングリン兄弟の3人は屋上の通気口のカバーを押し上げ、とうとう冷たい夜の空気の中へと這い出しました。ボートとオール、救命胴衣を持って地上を走り抜ける3人。島の断崖にたどり着くと、彼らはアコーディオンのような楽器を空気入れに使ってボートを膨らませ、ついにサンフランシスコ湾へと漕ぎ出したのです。翌朝7時20分、囚人たちの点呼の時間がやってきました。数分のうちに脱獄が発覚し、アルカトラズにサイレンが鳴り響きました。新聞は大見出しでした。アルカトラズから脱獄囚、空にはヘリコプターの轟音が響き、沿岸警備隊も警察も出動しました。捜査員たちはサンフランシスコ湾周辺の海岸、そしてエンジェル島をくまなく捜索しました。ドナルド・エバリーは当時 FBI の特別捜査官でした。 FBI のチームがいくつも沿岸を捜査し、脱獄囚の上陸の跡がないか確認していきました。犯人を発見するだけではなく、近隣の住民に潜在的な危険があることを知らせる必要があったんです。3人の計画はすぐに捜査員に知れ渡りました。彼らは一旦 3.2 キロ先のエンジェル島に渡ってから本土に上陸するつもりでした。彼らはできるだけ早く、できるだけ速やかに湾岸地域を離れようとしたんです。
続く数日間に証拠物件が続々と出てきました。まずその日のうちに独房ブロックの最上階で救命胴衣一着、オール一本と未完成のボートが見つかり、翌日エンジェル島付近の海上で一本のオールが発見されました。2日後にはサンフランシスコ湾を捜索していた船がアングリン兄弟の持ち物を発見しました。写真と外界での連絡先が入ったビニール包みでした。当時オスカー・マクレガーは捜索船の甲板員をしていました。包みには水を通さないように苦心した跡があり、濡れているようには見えませんでしたね。中には写真が入っていて、表にはアングリン兄弟の一人の名前が書いてありました。3日後、独房ブロックで発見されたものと同じ救命胴衣がゴールデンゲートからおよそ5キロ離れたクロンカイトビーチに流れ着きました。そして脱獄から11日後、最後の証拠物件が引き上げられます。アルカトラズの東90メートルの海上を漂っていた救命胴衣でした。紐が後ろで結ばれたままになっており、まるで着ていた人間が抜け落ちて消えてしまったかのようでした。当時も今も人々がこの結末に抱く疑問は同じです。3人は今も生きているのか、一体どこに消えてしまったのかということです。しかしこの脱獄が成功だったのかどうかについては意見が分かれています。私はまず3人は死んだものと信じています。私は彼らは成功したと聞きました。脱獄に手を貸した囚人仲間はみんな成功を願ってこう言っていました。あいつらはとうとうやったぞとね。その謎を解くためには次のことを検証しなければなりません。潮の流れは3人にとって有利だったのか、手作りのボートは最後まで持ちこたえたのか、ボートが沈没したとしたら彼らはエンジェル島まで泳ぎ着いたのか、それともどこかに流されてしまったのか、もし溺れ死んだとしたら遺体はどうなったのか。今地元の調査チームが最新のテクノロジーとサンフランシスコ湾の潮流のデータを駆使してこれらの謎の解明に挑もうとしています。3人の遺体はなぜ発見されなかったのでしょう。穏やかな海面があったと思うと、少し先では4メートルの高波が立っています。ここは想像もつかないほど潮流の変化が激しいんです。沿岸警備隊で年に400件もの救助活動をこなしているスティーブ・マレーはサンフランシスコ湾の危険性を熟知しています。引き潮では橋に近づくにつれて潮流が速くなりますよ。サンフランシスコ湾の海底は世界有数の入り組んだ地形になっています。水深1メートル足らずの浅瀬もあれば、ゴールデンゲートブリッジの下のように水深90メートルのところまであり、実に起伏に富んでいます。これが湾全体に複雑な潮流を生み出しているのです。湾の間口はゴールデンゲートブリッジのところで狭くなっているため、水が絞り込まれて潮流が速くなります。時にはそれが逆方向の潮流とぶつかって橋の下が大荒れになることがあるんです。不規則な潮流はまた渦潮と呼ばれる水流を生み出します。一方の潮流の流れが他方よりも速いと、このように渦を巻く性質があります。サンフランシスコ湾の潮流は1日に2度変化します。つまり水がゴールデンゲートを通って内海へ入るときは上げ潮、水が外海へ引いていくときは引き潮です。この2つの合間の静かな状態がいわゆる潮だるみです。熟練したスイマーは潮だるみの時を選んで泳ぎます。スイマーたちは引き潮の時にアルカトラズ島やゴールデンゲートブリッジ周辺を泳いだりはしません。フランク・モリスとアングリン兄弟がサンフランシスコ湾に漕ぎ出した時、海は引き潮で潮流はゴールデンゲートから太平洋に向かっていました。水文学者のラルフ・チェン博士はサンフランシスコ湾の潮流を研究しています。チェン博士はこれまでのデータをもとに脱獄の夜の潮流をコンピューター上に再現しました。
彼は3人が出発する2時間前の午後10時半の海からシミュレーションを始めました。午後10時、この辺りは潮だるみのような状態でしたが、すでに引き潮の兆候が見え始めています。潮流を1時間ごとに観察していくと、11時には外海へ流れ出す潮流がスピードを上げ始めました。そして午前1時にはゴールデンゲートの下で最高速度に達し 2.7 ノット、つまり時速 5.7 キロになっていました。私の計算ではアルカトラズ島周辺の潮流は 1.5 ノットですから、彼らが湾に出た時潮流は相当速かったことになります。荒れた海面に逆巻く渦潮、猛烈な速さで太平洋へ流れ出る引き潮、脱獄囚たちは驚異的な潮流に直面していました。激しい潮流に対抗するには頑丈な船が必要でした。しかし3人の脱獄囚の手元にあったのはゴム引きのレインコートを手縫いでつなぎ合わせ、ゴム糊で接着した小さなボートでした。彼らのボートは荒海を生き延びることができたのでしょうか。ここで問題なのはボートの素材ではなく接着の強度です。縫い合わせた布の端から水が漏れるわけですからね。彼らのボートの防水性はどの程度だったのでしょう。3人はスポーツ雑誌を参考にしてボートを作りました。大きさは長さ 4.2 メートル、幅 1.8 メートルでした。あの荒海で長さ4メートル、幅2メートル程度の船では小さすぎます。波の激しさを考えるとだいぶ揺れたはずです。それに 4.2 メートルも糊で接着するとなると、完全に接着されていない限りボートは沈んだでしょうね。元 FBI 特別捜査官ドナルド・エバリーもボートは出航してすぐに沈んだと確信しています。彼らの手製のボートが波に乗り出した途端、上へ下へ大揺れになったことは容易に想像できます。ボートは転覆し、全てを海に放り出してしまったのです。写真の入った包みや救命胴衣がサンフランシスコ湾で回収されたことも、それで説明がつくと思います。外海へ流れ出す早い引き潮に脆いボート、おそらく3人は出航してすぐにアルカトラズの北西の海に投げ出されてしまったことでしょう。水温10度、気温9度余りという条件の中、海に放り出されてしまった囚人たち。果たして彼らは 3.2 キロ離れたエンジェル島まで泳ぎ着くことができたのでしょうか。脱獄当日に近い6月上旬の朝、水中調査の専門家トム・ベルチャーが率いる調査チームが、かつて囚人たちがアルカタラズを出港した岸から135メートルの地点に錨を下ろしました。これから脱獄囚がエンジェル島まで泳ぐことができたのかの検証が始まります。今回囚人たちがたどったと思われるコースを実際に泳ぐのはプロスイマーのフレッド・フェロジャーロ。彼が競技でサンフランシスコ湾を泳ぐとき最大の障害となるのが水温の低さです。今日の水温は 12.2 度、脱獄の夜より2度余り高くなっています。体温のおよそ半分は頭から失われるため、フェロジャールは水泳帽を4つかぶります。中には新しい素材でできている厚さ6ミリ以上の帽子もあります。水温がこれほど低い場合、彼がこの帽子をかぶらずに泳ぐことはありません。体温が非常に早く奪われるため、冷却効果の攻撃がより大きく、また早く作用します。またこの海には他の不安材料もあります。
ゴールデンゲートのすぐ外側にはホオジロザメが生息しているのです。人間がゲートの内側でサメに襲われた記録もあります。このことはよく頭に浮かびますね。トム・ベルチャーが潮流をチェックします。今日の引き潮の速さは 1.7 ノット。脱獄の夜とほぼ同じ条件です。いよいよフェロジャーロがアルカトラズ島の北西からエンジェル島に向かって泳ぎ出します。脱獄州のボートが沈没したと思われる地点から外海へ流れ出す潮流を横切って泳ぐのです。持てる力を振り絞って潮流を横切るフェロジャーロ。彼の状態をチェックするため救命ボートがそばに控えます。泳ぎ続ける限界は1時間から1時間半です。その後は体温が低下して体力が衰え、同じ場所で円を描いて泳ぐことになります。体温が正常以下に下がる低体温の状態が長く続くと死に至ることもあります。低い水温の中で動き回るとじっとしている場合より生存できる時間が半減し、1時間から2時間で意識を失う危険性があるのです。最初に小指の感覚がなくなり、それが人差し指にまで広がりました。そして次第に両手両足というように体の末端が冷たくなっていきました。スタッフは引き潮の中でフェロジャーロの進路を見失わないよう GPS を使って常に彼を追跡しています。 GPS とは宇宙衛星を使って地球上の物体の位置を観測するシステムです。衛星と受信機の電波で三角測量を行い、現在の位置を算出する仕組みになっています。スタートから35分後、フェロジャーロは 1.4 キロを泳いだところで限界だと判断しました。私はかなり正確にエンジェル島に向かって泳いでいたようです。しかし波が強く、呼吸のたびに海水が口に入るので大変でした。水泳帽やゴーグルなど万全の備えをして挑んだフェロジャーロでもエンジェル島にはたどり着けませんでした。10分か15分経った頃、両手の力が落ちていきました。そこから泳ぐスピードが落ちて足も冷たくなり、じわじわと胴体が凍えてきました。そこでもう上がろうと思ったんです。GPS による観測図がフェロジャーロがエンジェル島に向かって1キロ余り泳いでいたことを示しています。もし潮流が今日と同じだったら、彼らがどうやってエンジェル島へ上陸できたのか想像がつきませんね。フェロジャーロのような熟練のスイマーがエンジェル島へたどり着けなかったことを考えると、装備が不十分だったモリスとアングリン兄弟の結果は明らかでしょう。ゴールデンゲートブリッジへ向かう強い引き潮でボートが沈み、エンジェル島へも泳ぎ着けなかったとすると、囚人たちはそのまま橋の方に流されていったと考えられます。しかし運よく体力が残っているうちに湾の一番狭いところまで流されていたとしたら、彼らは岸まで泳ぎ着くことができたかもしれません。もし彼らがこの海で生き残った可能性があるとしたら、自然の水流に従う賢さを持っていたということでしょう。それは潮流に乗って流れに逆らわずに島を離れるということです。この疑問を解くためにラルフ・チェン博士はコンピューターでシミュレーションを始めました。水深、水流の速度、潮の干満など
16万点に及ぶデータを計算に入れたシミュレーションです。彼は脱獄囚を表す点をコンピューターにプログラムしました。コンピューターアニメーションを操作すると、色のついた点によって潮流が漂流物をどこに運んだかが分かります。当時の潮の干満と潮流を再現して漂流物がどこへ行ったのかを観察しました。チェン博士はシミュレーション画面で午後10時、11時、12時のそれぞれにアルカトラズから海に入る物体の動きを観察します。脱獄囚の行方を分析する場合、この点の最初の数時間の動きを見ることが大切です。どのシミュレーションでも脱獄囚は2時間かかってゴールデンゲートブリッジに到達しました。シミュレーションを見て分かるように、彼らは2時間ほどでゴールデンゲートブリッジの近くまで流れ着いたはずです。生きていたかどうかは別にして、脱出という行為は成功したわけです。上陸の最後の望みの綱だったゴールデンゲートブリッジ、しかし2時間のうちに体温の低下と疲労が現れ、3人に肉体的な限界が来ていたに違いありません。水温が8度から10度だった場合、この水温に慣れていない人間は大抵30分以内に死亡します。普通15分以内に手足が全く言うことを聞かなくなり動けなくなってしまいます。そうなると人間は石のように沈んでしまうんです。囚人たちは陸地に着く前に溺れてしまったに違いありません。ジョリン・バビアックもフランク・モリスとアングリン兄弟は溺れ死んだと考えています。特にモリスはアルカトラズを離れてすぐに溺れた可能性があるといいます。フランク・モリスは一緒に脱獄した3人のうち一番小柄で体重も軽かったんです。また人生の大半を刑務所で過ごしていて、水泳の経験もなかったでしょうから、パニックを起こしてすぐに死んでしまったと考えることができます。アングリン兄弟はモリスより長く持ちこたえたかもしれませんが、結局3人ともゴールデンゲートブリッジの外側、太平洋へと押し流されてしまったのでしょう。フランク・モリスとアングリン兄弟の3人はアルカトラズから脱出するために皮肉にも自分の命まで捧げる羽目になったのかもしれません。しかしサンフランシスコ湾をくまなく捜索したにもかかわらず、海中にも周辺の沿岸にも3人の形跡は見つかりませんでした。もし3人が溺れ死んだとすると、彼らの遺体はどこに行ってしまったのでしょうか。3人の遺体はどこへ行ったのか。水力工学の専門家ダン・シャーフはこの謎を解明しようとしています。遺体がゴールデンゲート付近に漂着したのか、通り過ぎていったのか、最初は全く分かりませんでした。ダン・シャーフと彼の研究チームは縮小模型を使ってサンフランシスコ湾の潮流を研究しています。今回彼らはコンピューターに脱出前後のデータをプログラムし、当時の潮流を再現することにしました。このコンピュータは水流を調節するバルブを我々がプログラムした角度に保つ働きをしています。この緑と黄色の線は模型の波の高さを示しているんですが、これを青の曲線に沿うように調整することで正確な潮流を作ることができます。これは染料と紙切れを流して囚人の遺体と遺留品の動きを再現する実験です。
この実験で重要なのは模型の中で紙切れがどのように流れていくかです。それを見ることによって遺体や彼らの遺留品、救命ボートやオールなどの残骸を潮流がどの方向へ引っ張っていったかが分かるんです。1962年6月11日の夜もサンフランシスコ湾は引き潮でした。ダンシャーフがアルカトラズの北西地点に落とした紙切れはすぐに散らばっていきました。次に染料を使って同じ実験をしましたが、何度繰り返しても紙切れと染料は同じ動きをしました。紙切れは縦列方向に散って、ほとんどはゴールデンゲートブリッジをくぐっていきます。アルカトラズ島と橋の間に残るのは 10% くらいですね。また一部の紙切れは渦潮に捕まってアルカトラズ島の先端に残っていました。これらの紙切れは島のこちら側の岸に押し戻されたような形になっています。囚人たちがこの流れに捕まったら大変だったでしょうね。その場所は大荒れだったに違いありませんから。また実験結果から見て、彼らがゴールデンゲートを越えてそのまま流されていったということも考えられますね。ダンシャーフの実験結果を受けて、トム・ベルチャーの調査チームは再びアルカトラズへ向かいました。フランク・モリスとアングリン兄弟の遺体の行方をさらに追跡するためです。ベルチャーは当時の遺体の状況を2つ想定していました。遺体が浮いていた場合と沈んでいた場合です。今日の実験では重さや姿勢が水中で意識を失った人間と同じに作られているダミー人形を GPS で追跡します。潮の干満と潮流の状態は脱獄当日と同じです。1回目の実験が始まりました。彼らはまず脱獄囚が手作りの救命胴衣を着ていたことを想定し、ダミー人形にも救命胴衣を着せました。ボートは失効してすぐに沈み、フランク・モリスは岸の近くで溺れたという仮説に基づき、スタッフは人形を小型船に下ろし、アルカトラズの北西端から270メートルの地点を目指しました。人形は投下されるとすぐに潮流に引っ張られ、まっすぐゴールデンゲートの方に流されていきました。一方、囚人たちが体温の低下によって意識を失い、救命胴衣から抜け落ちてしまったとしたら、遺体はやがて潮流にさらわれ海底に沈んだはずです。そこでベルチャーは次に救命胴衣なしのダミー人形を使って海底の潮の流れを見ることにしました。この実験でモリスがすぐに海底に沈んだ場合の遺体の行方が分かります。再び彼らは島の北西岸にダミー人形を投下しました。 Okay, anytime. Go up. 人形はすぐに30メートルの海底に沈んでいきました。水深が深ければ深いほど遺体にかかる水圧が増し、水面に浮かび上がる可能性は少なくなります。船の上ではスタッフが人形に取り付けた120メートルの紐を握っています。紐のたるみが十分に取られているので人形が船に引っ張られることはありません。その間 GPS で3分ごとに人形の位置を記録していきます。2.5.55 degrees west. Are you able to maintain the
good angle on that so that you're not holding back the dummy? Yeah, it's going with the current, man. It's taking line. Pretty easy not to be dragging the dummy then, Roger.私たちは船を動かして紐にたるみを持たせるようにしています。今のところ紐はたるんだままですが、それでも人形が引っ張られていく方向を知ることができます。人形はかなりの力を受けて海底を動いています。アルカトラズの方角へ引き戻されるように動いているんです。彼らは1時間人形を追跡しましたが、最初人形は島の近くの潮流にはまったように見えました。アルカトラズの北西の端には水深が深い部分があります。人形は少し浮き上がり、時計と反対回りの渦巻きにぶつかったようです。しかしその後人形は西へ動き始めたのです。GPS は人形がゆっくりとゴールデンゲートブリッジに向かっていることを示しました。トム・ベルチャーの実験では、ダミー人形は浮いている場合も沈んだ場合もアルカトラズから西の方角に流されていきました。1962年6月、アルカトラズを脱獄した3人の遺体もおそらくこのようにして西に流されていったのでしょう。事件のあと、フランク・モリスとアングリン兄弟の捜索は何年間も続けられましたが、遺体が発見されていないため、事件は今も連邦保安官事務所で継続扱いとなっています。捜査は遺体が見つかるまで続きます。事件から40年経った今、最新の科学を駆使した調査によって脱獄の謎は解明されたと言っていいでしょう。1962年6月11日、フランク・モリスとアングリン兄弟はサンフランシスコ湾に挑み、そして敗北しました。しかし現代でも人々は未だに3人がアルカトラズとサンフランシスコ湾に勝つことができたと信じたがっているのです。これは勝ち目のない人を応援したくなる心理に似ています。脱出不可能な島にいた囚人たちには過酷な運命と戦って打ち勝ってほしいという気持ちになってしまうんです。あの3人には理由があったんだと思います。私の周りには家族がいますが、あの男たちはずっと独房で暮らしていたんです。だからこそきっと脱獄に情熱を傾けたのでしょう。彼らが地球上から姿を消したことが成功の一番の証なんです。自由を求める男たちの大胆な脱獄劇、結局のところ私たちは彼らの本当のドラマを知ることはできないのかもしれません。真実はアルカトラズ島に眠っているのです。